はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この映っております DT03 レーシングファイターを無理やりイノバフォックスシール貼ったやつですね。そしてね、ダンパーは旧車から持ってきたイエローの樹脂製のね、オイルダンパーつけております。見た目にこだわっておりますよ。そしてね、まあ、今回走るのは笹のテストですね。DT03 用シルバークスサスアームですね、はい、前後入っております。これがね、まあ、ちょっとバージョン2になってね、肉抜きがされたりとか、リアのね、糖がね、一度増えております。もともとのやつはね、糖0度でやっておりましたのでね、ノーマルの DT02 が一度ついてるということでね、まあまあ同じようにつけてみましょうかということで、一度つけてね、テスト中でございますね。共同テストをやっておりますのでね、性能はまあ申し分ないんですけどね、ちょっと走り込んで、見ようかなという感じでございます。テスト2日目、それでは走ってまいりましょう。またね、走りながら喋りたいと思いますけどね、ちょっと暑いんでね、へばってきておりますけど夏弱いんでね、集中力続かないんですね。昔ね、サミナグランプリ九州大会というのね、三井国になる前からあるんですよね。一回だけね、私が間に入って、大分県のね、ハーモニーランドをただで借りてね、やったんですよね。その他は、私の記憶の範囲であれば、三井グリーンランドでね、熊本県の方で、九州大会ありますのでね、昔は夏にあったんですね、7月とか8月とか、ものすごい暑い時になってね、まあ、屋根がついてましてね、直接火は当たらないんですけど、窪地になってて、風も吹かないみたいなところだったんでね、かなり暑くてね、まあ、ミス連発してましたね、まあ、最近、まあ、ここ2年ぐらいはないんですけどもね、それまではね、10月ぐらいだったから、なんかちょっと涼しくなった時にね、やってくれてたんでね、本領発揮して走りますよ。まあまあ、ちょっとね、暑いと操縦乱れますのでね、ご了承いただければと。プラモデルとかね、ルミトケルの中の方がね、いいんでね、プラモデル増やそうかなって思ってるんですけどね、今度はね、なんかこう、やりたいことが増えてきましてね、改造、まあなんかね、こう、視聴者様ね、プラモデルの方の視聴者様にね、なんか楽しい動画をお見せできればなと思ってね、改造など時間かかっておりますけど、結局ね、あまりね、お見せできない感じになっておりますけども、ちょっとね、汗が、目に入りやし、ちょっと待ってくださいね。あんな感じでね、暑さに弱いんですね、もうね。まあ、夏好きな方多いと思うんですけどもね、例えばこのなんか、ヤフーニュースっていうのかな、ネットニュースでなんか、海はダメだけど、ね、なんか詳しく読まなかったんですけど、まあ、私あんまりプールも見に行ってませんよ。まあ、あまりね。
確かにうちのバイトセーターで、ライフセーターの責任者してる子がいて、その感じでね、一回海に行ったことありますけどもね。まあまあ、なんかね、まあ、夏好きな人は結構アクティブな人は多いのかなとは思いますけど、今コケかけましたね。なんかこう砂がね、外側溜まっててね、足取られるんですね。まあ、見た目、ライン上は砂どくんですけど、ちょっとここら辺ですね、こんな感じでね、加速すると砂気に上がるんで、砂溜まってるの分かると思うんですけどね。結構ね、均一ではありませんので、ね、もう本当にオフロードみたいな感じでね、あまりこう、ほうきでハワイで走るとか、そんなしませんのでね。まあ、うち来ていただいたお客様はね、そういうのを楽しんでいただければなと。まあね、皆さんもね、ラジコン、夏にするときは水分補給ね、そしてなんか雨ありますよね、雨みたいな、タブレットみたいなね、塩分補給みたいなやつね、食べながらね、やらせてくださいね、熱中症気をつけてね、帽子かぶってちゃんとやらないとね、倒れちゃうんですよね。夏にね、作業、うちの店長が、こうしてるのは夏になるとかなり大変だということでね、まあ、さあもね、ちょっとギャーイのね、石が絡まってるですね。さあね、除草剤の石が、ね、1回か2回前でね、草もね、ところどころ生えてると思います、見えてると思いますけどね。一応草の色がね、薄い緑になってね、除草剤効いてね、枯れてきてるところね。で、枯れましたら、うちの店長が抜いてね、やると。草の木してね、雑草の木してやるというね、まあ大変なんですね、コースの感じでね。でね、皆さんも、こういうのね、はい、プライベートでやられてる方も、熱中症が効いてて、ね、作業してくださいねと。まあ、倒れると元も子もありませんのでね、はい、うちのね、ピットスペース、まあ、ちょっとね、私も撮影、プラモデルの撮影場所をね、今作ってるんですけどもね、はい、プラモデルの撮影場所終わったら、ピットもね、屋根作ろうかな、ピットって言ってね、お客さんが来て作業してくださいね、屋根をつけようかなと考え中ですんでね、はい。まあ、屋根ついた頃には寒くなってるような気がしますけど、まあまあ、いいかな、みたいなね。来年の夏には快適にできるのかなと、思いますけどもね、はい。やはりね、こう、もう暑いとね、もうね、汗もかきますしね、もうね、大変みたいな感じですね。またラジコンするのは楽しいのでね。やっとりますけどもね。あと、まあ、私の場合は、やはり、こう、腕が鈍るとね、お客様に教えるときに、説得力はありませんので、ね、こうこうこうだよって言ってるのに、そのお客さんより遅いとね、本当に合ってんのって思われたら困りますね。まあ、腕を磨いて、感覚磨いてね、小さな差が分かるように常にしとかないといけませんのでね。出ないとね、やっぱり人に、こう、何か意見言うときにね、こうじゃないですかっていうときに、やっぱり説得力はありません。みんな大人なのでね、説得力私がなくても聞いてくれてるかもしれないですけどね。まあ、それはこう、嬉しいね、シルバーアクスのツイッターね、私も、こういう動画撮ってる日にね、リツイートさせていただいたうさふうさんね、うさふうってね、ひらがなと伸びる棒のうさふうさんね、有名な方なんですけどね、一度タミヤの世界戦でね、お話、タミヤの前住さんにね、紹介していただいてお話しさせていただいたんですけどね、世界戦お互い参加してたね、なんか、まあ、おべっかでね、私のドライブのファンですみたいな話をしてくれましたけど、私こそファンなんでね、はい、ホーネットとかね、四読ホーネットですね、ラジコンマガジンで確か、なんか改造のやつ掲載されたりとか、フォトショットのすごい改造とかね、FF 社のすごい改造とかやられてる方なんでね、
ご存知の方多いでしょうけどもね、はい、まあなんかシルバーアクスのシャーシね、ホーネットの本場ですね、はい、よく走るとすごいマシンですよってことをね、ツイッターでつぶやいてくれてて、あまりの嬉しさにリツイートしましたけどね、はい、まだ見てない方は見てくださいねという感じで、前田はお前田さんのチャンネルでね、足立慎之介選手はね、シルバーアクスシャーシ46ホーネットをドライブしてる動画もありますので、そちらも見ていただけたらなという感じですね。ちょっとね、あまりの暑さに日陰に避難してきましたこんな感じでね、シルバーアクスもそろそろ皆さんに周知されてきたんではないかと思います。はい、ぜひね、よろしかったらご購入検討いただけるとですね。はい、まあ、サフーさんね、まあ、私本名をしてますけどねサフーさんもありがとうございますと、足立選手もね、直接私全日本会場でね、ちょっと強者の選手とね、縁がありまして、強者のチーム、ほとんどのチーム員とね、一緒に机囲んでお話しさせてもらったこともあるんですけどもね知ってる方はね、多分 J1CA の役員の方とかね、まあ、結構なね、まあ、認知度だったと思いますんでね仲良くしていただいたんでね、ありがとうございますということでね、私がね、たい焼き食べたいだということは多分サフーさんも足立選手も知らないと思うんですけどもね、はい、内緒でやってますんでね、ラジコン業界のコネ使っておりませんのでね、私ねこんな感じでね、たい焼き食べたいとしてね、シルバーアクスもやってますので、たい焼き食べたいを認めていただけたらなと、私本人ではなくねという感じでございます。使っていただくとね、足立選手のそのドライブとか見ていただくと分かると思うんですよね。そして前日前々日ぐらいに出した動画ですかね、よく分かんないですけどね、だいぶ前に出した動画ですかね、よく分かんないですけど、まあそのシルバーアクスの46ホーネットね、走ってるやつを見ていただけるとね、この203と比べていただくとね、どんぐらいの差がある、まあこれも早いんですけどねどんぐらい差があるのかって分かると思いますので、そこら辺は見ていただいた方、もしくは手に取っていただいた方の判断にお任せしますということでね。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、概要欄の方にシルバーアクス公式ツイッターの方に飛べるようにリンク貼っておきますのでね、シルバーアクスのツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。